モノノアウェアは日本の4人組ギターポップバンド2013年結成バンド名はモノノアワレでメンバーが言葉の響きや意味を好んだ上にバンドの音楽性に合っていると判断したことから付けられたモノノアウェアの楽曲はベースをたまきが作りそれを各パートごとに意見を出し合って制作されている2013年に結成2015年に現体制となった 2016年、富士ロックフェスティバル19ルーキー、A55 に出演し、メインステージ出演権を得た。その後、2017年、2021年に出演。2017年3月2日にデビューアルバム、人生、山折谷折をリリース、同作に、収録の楽曲、Me2Me me がアニメ、世界の闇図鑑エンディングテーマに起用される。同年12月に、自主制作。 EP 船をリリース。2019年4月3日にリリースされたシングル AIAOU は映画沈没家族劇場版。2020年9月9日にリリースされたシングル続婚はアニメ映画海辺のエトランゼのためにそれぞれ書き下ろされた楽曲となっている。ありがとうございます。